どうも世界一ストイックな怠け者テッケテッケです。そしてアーサーちゃん、先ほど分析前編動画やってきましたが、今回の動画ではこのアーサーちゃんの対マン戦動画ですね、まあ、もうすでに戦ってきましたが、まあ強かったです。で、新たに分かったアーサーちゃんの恐ろしい耐久の仕方も収録できたので、今回はこのアーサーですね、対マン戦映像楽しみに見ていただければと思いますが、まず専属武器ですね、しっかり今回はアーサーの作ってきて、体力や HP なんかも武器から得てる状態のアーサーちゃんですね。で、戦力が2000、大体500万ぐらい、細かいステータスはこんな感じのアーサーちゃん作ってきました。まあ、ちょっと火力型、まあ、しっかり火力も作ったタイプのアーサーということで、まあ、あんまり HP ベース防御無視攻撃キャラクターなんで、まあ、攻撃力なんか500万作ってもそこまで意味はないんですが、今回はとりあえずガチめの育成アーサーですね。で、また時間があったら明日以降、ローコストアーサー、まあ、日月に陶器人4みたいな装備セットで、どのぐらい活躍できるのかみたいな映像も撮りたいと思いますが、まあ、今回は声援もあるキャラクターってこともあるんで、ガチアーサーですね。からまずは見ていきましょう。はい、突然今回も SKG メンバー、いつものメンバーに挑んでみて、いろいろ殴ってもらったんで、はい、その結果から見ていきたいと思いますが、まずその前に、はい、ちょっとこの試合から見ていきましょう。マーリンの試合ですね。はい、マーリンの風魂ダメージ、スキル1で思いっきり食らって、はい、ここでアーサーですね。風魂ダメージ受けて、まあ、バリアがまず壊れて、その後風魂ダメージ飛んできますが、まあ、600万ぐらいのダメージを受けていると。で、反射も込みだと800万を受けることもありますね。はい、ただ風魂ダメージしっかりいなして、はい、なんとまあこの後マーリンにまさかの勝利という形となりました。まあ、マーリンバリアがあると結構弱くなりますが、まあ、それを差し引いてもそこまでめちゃくちゃ硬いバリアを今回展開しているサーバーではないので、まあ、負けるかなと思ったんですが、はい、勝負蓋を開けてみたらまさかのマーリンに、まあ、なかなかいい勝負になりましたが勝利という結果で、はい、風魂ダメージですねの部分が意外とこのアーサーに通ってないということが分かり、まさかのマーリンを下す結果となりました。はい、で、これちょっと見てみたんですが、はい、こちらの映像ですね。マーリンがアーサーを殴ってきて、風魂をつけながら、ここの最後のダメージ675万1177と、まあ、クリティカルダメージでアーサーに飛んできていると。で、この670万というダメージに関してはマーリンのスキル1は範囲攻撃になってるんで、アーサーの整合抵抗の非範囲攻撃ではないので、その 50% カットができてないんですね。まあ、つまりこれはアーサーの生後援護による 50% カットと、あとはアーサーの肉体自身についてる、はい、この精霊覚醒の、まあ、例のここの筋力、敏捷、知力、攻撃ダメージ 50% の部分、まあ、この2つですね、生後援護と合わせて 75% ダメージカットしか機能しておらず、この670万っていうダメージに関しては 75% ダメージカットをした結果この値になってるんですね。で、その後飛んでくる風魂ダメージっていうのは、それらの 75% ダメージカット機能をなかったものとしてダメージをぶつけられるんで、まあ、この675万1177っていうダメージが 75% カットもしできてなかった場合ですね、っていうのは大体2700万ぐらいのダメージになり、まあ、風魂っていうのはそのダメージの半分の値を飛ばしてくるんで、まあ、大体1350万ぐらいのダメージが、まあ、この後飛んできてしまうという状況なんですが、はい、これ見てみると次ですね、アーサーが受けるダメージ、風魂の最初のダメージ見てください。675万1177と、まさかの風魂をもらった時と全く同じダメージ、1350万のダメージが飛んできませんでした。まあ、というか1350万のダメージを割るにすると675万のダメージになるんで、はい、これ風魂ダメージをまさかの 50% ダメージカットしてることになるんですね。まあ、これは分析前編動画でも話したこの肉体についてるタイプのダメージカット機能がもしかしたらマリンの風魂ダメージをカットする可能性がありますっていう話をしましたが、それが現実のものとなった可能性がとても高いです。まあ、生後援護だとかの 50% ダメージカットっていうのは風魂はすり抜けてしまうってことはもう分かってるんで、ほぼ間違いなくこのこっちのダメージ 50% カットが機能しており、風魂ダメージをここでカットすることができ、風魂をもってしてもこのダメージカット機能はすり抜けることができないということが分かりました。はい、ちなみにこれ卑弥呼の道連れ防御無視攻撃、あれもすり抜けますが、 YouTube メンバーの方が検証してくれた結果それもすり抜けないということが、まあ、ちょっとアーサーじゃなくてブリュンヒルドで検証された方がいるんですが、俳優マニアックな映像なんかもメンバー限定のディスコードの方に載っけてくださっている方がいるので、まあ、興味がある方はそちらも見てみてください。まあ、そういったすり抜け系ダメージですねに対してこのアーサーですね、かなり硬いということがおそらくですが今回の検証結果分かったので、これ今までの孫権や猛角、マーグスといったタンクキャラクターとは一線を画すすり抜け系ダメージすらカットするタイプのタンクキャラクターだということが、まあ、これはまだおそらくと言っておきますが分かってしまいました。はい、その結果マーリンにまさかの競り勝つと。で、しかもこれ恐ろしいのは肉体についているタイプのダメージカットなんで、この神髄共鳴スキルのダメージカットと同じくバリア中も機能するんですね。はい、なんでバリアありの朝をですね、風魂ダメージ最後の一撃もらった値ですね、見てもらうと、はい、648万のダメージですね。で、この後バリアに対するダメージ見てもらうと、は
はい、648万のダメージという感じで全く同じダメージになっていることがわかると思います。これバリア中も 50% ダメージカットが働いているっていうことですね。なんでこのアーサーですね、バリア作ることでよりマーリンの風魂ダメージをバリアで防ぎやすいと、まあ、ただでさえマーリンはバリア苦手なんですが、バリアアーサーはもう風魂ダメージをめちゃくちゃカットできるということがわかると思います。まあ、ただバリアがないと普通に風魂ダメージ 50% カットできるとはいえまあまあ痛いんで全然負けることはありますけど、まあ、他の副将ちゃんに比べたらかなりタフだということがこの検証結果からわかりました。今までタンクマーリンでさばけたんですがこれは硬いですね。はい、というまず衝撃映像を最初にお伝えした後 SKG メンバーと戦っていきますか。さあ、そしてまずは阿部の生命との試合見ていきましょう。阿部の生命反射ダメージ耐性があるのでめちゃくちゃ朝を目線だと苦手ですね。ダメージが全然出せないと。でしかもこっちの反射ダメージなんかは強力な影光で防ぐこともできるし、 HP ベース防御虫攻撃も強力ですが、まあ、阿部の生命の影光規模は疑似 HP としてはめちゃくちゃ高く、なかなか突破することが難しかったです。でめちゃその結果とても長い試合になったんですが、まあ、今回ですねもうちょっとアーサー王が硬すぎてどの試合もだいぶ長い試合ばかりで収録時間がとても長くなってしまったので、ちょっと早送り多めにしますね。ということで早送りしていきましょう。はい、18ターン目まで来ましたね。そろそろ20ターンになっちゃって、切磋20ターン過ぎると戦意という白バフが乗っかってしまうので、ここから攻撃力爆上がりしちゃうんで、この先は参考になりませんね。まあ、ただ1回落として2回落として3回落として4回落として阿部の生命の勝ちっていうような形で、まあ、今回負けてしまったので、逆に言うと3回分の復活20ターンまで残ってたことになるんで、まあ、阿部の生命倒しきることはアーサーをできませんでしたが、阿部の生命側もアーサーを倒しきることができなかったという感じで、まあ、お互いガチガチに硬かった試合ですね。まあ、結構阿部の生命尊敬なんかは倒しますが、アーサーは攻めきれなかったっていうような結果ですか。はい、じゃあお次2500万の工芸ですね。はい、工芸の試合も大体勝ちになりましたね。1回負けましたが5、6回こっちが勝つみたいな感じで、まあ、ほぼこっちが勝つことが多く、反射ダメージですね、朝を敵の状態状態性を 65% 無視した状態で流血カウンターができるんで、まあ、工芸に流血が決まると 80% のダメージ反射とはいえ、結構工芸に対して反射ダメージぶつけられるんで、まあ、工芸が自爆していくようなことが多かったですね。まあ、ただこの試合も長いんで早送りで見ていきましょう。まあ、工芸反射ダメージの場合玉壁展開できないんで、反射で攻めるのは工芸にとってはとても嫌な攻められ方なんで、まあ、そこができるところですね。まあ、流血つけながらそれができるんで、そこが大きいですね。まあ、これ孫権や猛角なんかはカウンターの罪悪流血に状態状態性無視がないんで流血カウンターしづらいんですよね。でカウンターの罪悪流血に状態状態性無視があるのはガクシンとアーグス、そしてこのアーサ王になるんで、まあ、この3体はかなりやりやすいですね。あとレオニダスもですね。まあ、孫権猛角あたりはカウンター罪悪流血がちょっとしづらいんで、自力のスキルでアクティブスキルで流血をつけに行くようなスタイルになってます。まあ、孫権なんかは、はい、そしてまたしてもめちゃくちゃ長い試合ですね。まあ、ただ今回は20ターン確かギリギリ、まあ、いったところで落としましたが、まあまあほぼほぼ攻撃、まあ、最後一発で落ちたんで、まあ、落ちかけていたというところで、まあ、ここまで耐えればタンクとしては合格ですね。もう耐えすぎ。さあ、じゃあ次ゴリアスさんのアマテラスいきましょう。はい、まあ、このアマテラスバリア持ってないアマテラスなんでちょっとこっちが有利ですね。反射ダメージもろに与えられちゃうんで、まあとはいっても困惑でスキル1は反射ダメージ食らわないんで、はい、スキル1はいいんですが、スキル2なんかの反射ダメージ飛んでっちゃうのと、やっぱりバリアがないんでこの HP ベース防御虫攻撃がめちゃくちゃ痛そうですね。はい、スキル2はこっちもバリアでしっかりカットしきって、いや硬いっすね朝を。まあ明らかにアマテラスの方がばっかり HP が減らされてしまってることがわかると思います。まあ、戦力差も400万ぐらいこっちが勝ってるんで、ちょっとこれは仕方ないですね。戦力差ありすぎました。まあ、本来反射キャラクターにアマテラス強いんですが、まあ、バリアなしでこの戦力差はさすがにかわいそすぎましたね。はい、ということで別の方ですが、今度は2800万の格上バリア付きではないんですが、アマテラスですね。まあ、ちょっと300万ぐらい格上で、はい、火力もしっかり作ってこられてるんで、はい、困惑つけながら反射にも対応しながらの殴りですね。これは痛かったですね。スキルになんかもしっかり大ダメージで飛んできて、はい、致命無視使わされちゃってます。はい、ちょっとこれも早送りしていきましょう。多球ため、はい、アマテラスのスキル1で1回落として、でこっちの攻撃でも結構落としてるんですよね。なんでだいぶいい試合ですね。まあ、格上で反射キャラクターに強いアマテラス相手にこれだけ試合ができれば、まあ、まずまずといったとこですかね。いや長い試合ですね。にしても、はい、ここで13ためまた落として、いやアマテラスも多分あと1回ぐらい落ちたらもう終わりなんじゃないかってぐらいまで攻め込まれてますね。はい、17ターン目でまだ1回残してますか。はい、アマテラスもまた落とされて、お互いもう最後ですかねこれが。
あ、これ20ターン目突入してますね。なんで戦意状態で火力爆上がりした状態で殴ってなんとかアマテラスが勝ったってとこで、まあこれ引き分けですね。まあ、というかタンクとしてはここまで戦い引き伸ばせればもう合格なんで、まあ朝王のある意味勝利といったとこですか。じゃあお次2800万のレオニダスですね。まためちゃくちゃ格上なタンクですが、はい、タンク同士の試合見ていきましょう。まあ、こっち硬すぎてダメージほぼ受けてませんね。で向こうは流血カウンターで結構食らっちゃってますね。でこっちも流血カウンター食らってますね。まあ、ただこっちは 10% のダメージ受けるたびに剥がせるのと毎ターンスキル1スキル2でマイナス1ターンの最悪減らしができるんで、まあ、それで自動的になくなってってますね。はい、ということで自利品で HP 減らしてるのはレオニダスと、はい、格上レオニダスですが、まあ、タンク同士の勝負としてはまあ、めちゃくちゃ泥試合ですが10ターン目で勝ちましたね。まあ、これは競り勝ったというよりはレオニダスのこの残り1ターンの劣陣ですね、これがここで終わってしまって劣陣がない状態で殴られて落ちたっていう感じなんで、まあ、お互いダメージが出せなかった攻めきれない状態という感じですね。なんでどっちが勝ちでもないですねこれは。さあじゃあお次2900万のコーソンさん、めちゃくちゃ格上ですが、まあ、コーソンさん反射ダメージにそこまで強くないので、そして HP ベース防御持ち攻撃、いやめちゃくちゃ通ってますね、痛そう。はい、でコーソンさんの攻撃はまあほとんど効いてませんね。はい、という感じでこれも自利品でコーソンさんの方ばっかり HP が減っていって、はい、こっちも1回致命無視まで届くか、いや届きませんでしたね。はい、コーソンさん倒して勝利と、安定感ありますね。さあじゃあお次竹美和ちゃん2400万、ただちょっとバリアなしですね。まあ奥義なんかでかなり強化されたミカちゃんになるのでこれはこれで強いんですが、やっぱりバリアないと反射ダメージだとか HP ベース防御持ち攻撃っていうのは無慈悲にダメージ通してくるんで、まあ、できれば HP ベース防御虫攻撃っていうのはバリアで受け止めたいとこですが、このミカちゃんはそれがなかったんで、まあとは言っても普通に戦っても結構ミカちゃんで落としきるのはこのキャラクターかなり硬さあるんで厳しいかなとは思います。まあただこんなすぐにはやられなかったかなと思いますね。ミカちゃんも6ターンで負けはさすがに早すぎるんで、まあ、バリアありだったらまた20ターンの試合、またはもしかしたらアーサーが落ちる可能性なんかもあったかなと思います。はい、この試合はあまり鵜呑みにしないでください。さあじゃあお次リンリンさんのエビちゃんですね。はい、お互いバリア状態でガンガン殴ってきますが、結構エビちゃん火力高いんで食らってますね。いやまあでもその何倍もエビちゃんの方が食らってて反射ダメージも食らっちゃってますね。やっぱり HP ベース防御虫攻撃は強いですね。エビちゃんも火力高いんでなんとかダメージ与えてること自体すごいですが無償で、まあでもその分自分に 80% 返ってきちゃうんで、神器と踏破で状態状態性もエビちゃん高いんですが、まあ、状態状態性むしろ 65% の効果だったり、まあ、踏破単数が減るとデバフ耐性落ちちゃうんで、結構カウンターの罪悪流血なんかもエビちゃん自身自分の攻撃中に食らっちゃって、はい、こういうところで罪悪流血食らっちゃってるんですね。なんでもろに反射ダメージ受けて、はい、ここで落ちてっていう感じで、まあ、自利品でエビちゃんの方がやっぱり徐々に HP を減らし、まあ、アーサー王も結構削れてますが、まあ、勝負としては結果的にアーサー王の勝ちという結末となりました。はい、反射ダメージでエビちゃんが落ちて勝利と。はい、じゃあお次アーグスとの試合見ていきましょう。まあ、アーグスはなんといっても強力な生後援護反射があるんで倍率が全然違いますね。はい、同じ殴り合いをしたらもうこれはアーサーもひとたまりもないというぐらい反射ダメージが恐ろしく、はい、アーサー反射で落ちちゃってますね。残り 25% でアーグス連撃も強いんで、はい、その合わせ技で、まあ、火力そして反射力どちらもアーグスの方が 1,2 枚上手なんで、まあ、このアーサーが勝ってるのはタンク機能の硬さの部分ではアーサーが勝ってますが、火力面反射面はアーグスが何枚も上手という同士で戦うと、まあ、タンク同士の戦いだと火力や反射力の高さそして HP の高さがある方が強いので、まあ、これは HP の高さはアーサー王の方がポテンシャル高いですが反射率が圧倒的にアーグスが高すぎるんで、まあ、タンク同士の戦いで一番嫌な反射による HP 削りっていうのをまあ、アーサー王がやられていって、まあ、これはアーサー王が持たなかったと。まあ、とはいえめちゃくちゃ長い試合になってますけどね。アーグス相手にここまで長い試合ができればまあ十分ちゃ十分ですが、まあ、アーグス対マン戦最強格のキャラクターですからね現環境で、まあ、それ相手にここまで、はい、ダメージアーグスの アクティブスキルは全然受けてないですからね。まあ、アーグスの得意な生後バフ剥がし連撃がアーサーには通じないんでそのおかげで長い試合になりましたが、まあ、結局は反射でアーサー王が自滅という結果となりました。アーグス強いですね。さあじゃあ浅井長政戦見ていきましょう。まあ、長政ちゃんは反射キャラクターに弱いんで、はい、一回早速落として、でスキルにはただ長政 HP1 だけ残しの不死状態で殴れるんで、はい、不死状態殴り、まあ、とは言っても攻撃回数が足りず、まあ、ここは残念ながら落ちちゃいそうですね。割と早く落ちちゃう結果となりました。はい、5ターン目で決着と。はい、じゃあお次ポセイドン2400万。まあ、ポセイドンちゃんも反射に弱いキャラクターなんであんまりアーサー王とは相性良くないです。まあ、ただ今回はかなり強いバリアのポセイドンなんでこっちの反射ダメージも 80% ぐらいしか反射力ないんで
結構反射ではあんまりポセイドン実は追い詰められてませんでした。まあ、これよく見てもらうとスキルの HP ベース防御無視攻撃でポセイドンを復活までも追い込んでるような感じですね。一方反射ダメージではバリア壊せてないんで、まあ、やっぱり反射力弱いですね朝尾。まあ、その代わり HP ベース防御無視攻撃がこのポセイドンに刺さった形になります。なんでアーグスとポセイドン戦に比べたらこのアーサー VS ポセイドン戦はかなり平凡な戦いというか長い戦いになりますね。反射ダメージで攻めきれてないんでこの HP ベース防御無視攻撃でなんとか勝ったみたいなところがあるんで、まあ、結構ポセイドンの攻撃でアーサーも復活使わされてて結構危ない試合でしたね。反射キャラクターが苦手なポセイドン目線ではアーサー王はまだちょっとマシかなというぐらい、はい、また落とされました。まあ、他の反射キャラクターに比べたらアーサー王はあまり怖くないかなと、まあ、嫌なことは嫌なんですが、はい、という関係性になってますね。結局17ターン目、ここまで来てようやく勝利と長い試合になりました。さあじゃあ孫権との試合見ていきますか。孫権も反射力がえげつなくあるんで、まあ、さっきのアーグスと同じですねこれは、はい、戦力も1200万と半分ぐらいの戦力の孫権、ローコスト孫権になりますが、それにすら勝てないと、まあ、同じ HP ベース防御無視連撃キャラクターとして HP 今回のアーサー以上に作れるのが孫権になるんで、まあ、タンクとしてのこの HP の素量だったり反射力の差ですねが完璧に分かりやすく差としてついて、まあ、今回の試合は、まあ、格下の孫権相手に、まあ、ほぼ反射で攻め切られて、あと HP ベース防御無視攻撃もまずまず痛く、まあ、そのダブルで負けとなりましたね。はい、そろそろですかね。6ターン目アーサー王のスキルで、あ、9ターン目までいってますね。はい、自滅と反射で自滅しました。はい、じゃあお次見ていきましょう。今回は帰国士ですね。はい、戦力2300万同額の帰国士先手殴って、で帰国士は反射で攻めていくんですが、このキャラクター実は殴りながら 100% HP 回復ができるキャラクターで、 80% の反射だとあんまり痛くないんですね。見てもらうと反射ダメージ全然受けてないことがわかると思います。なんでこの帰国士もアーサーを倒したのは連撃の HP ベース防御無視攻撃で追い込んだ形になりますね。なんで単純にこのアーサー王の硬さを利用して帰国士の攻撃を耐えながら殴り倒したと。でこれ注目してもらいたいのはこの帰国士やトークンといったキャラクター、燃焼ダメージを与えることですり抜け防御無視攻撃ができるんですが、この燃焼ですね、帰国士につけられた後、はい、すぐ溶けるんですね。まあ、アーサー王 10% を超えるダメージを受けるたびに燃焼を剥がすことができるんで、はい、燃焼つく瞬間にもうすぐ取れちゃってるという感じで、帰国士やトークンといったタンクキャラクターに攻めやすい燃焼連撃キャラクターのいいところを実は潰してるんで、はい、そのおかげで競り勝ったという結果ですね。はい、ここ地味なとこですがめちゃくちゃ重要なタンクキラー対策ですね。まさかの燃焼系連撃キャラクターと風魂という2つのタンクが嫌う攻撃パターンに対応できてるんですね。はい、だいぶマニアックな話ですが、アーサー語る上でここ超重要です。さあそして卑弥呼との試合、はい、これも、先ほどちょっと話したように卑弥呼の道連れ防御無視攻撃に対しておそらくですが 50% ダメージカット、肉体についている炎のダメージカット機能が働いている可能性が高いということで、そこも含めてちょっと見ていきますか。まず硬くてあの卑弥呼の攻撃結構耐えちゃってますね。まあ、ちょっと卑弥呼も混雑弾数があんまりないんで、まあ、これデッキ戦だったら卑弥呼もっと火力弾けるんで、あ、今そしてちょっと巻き戻しますね。はい、ここの5ターン目卑弥呼が落ちた瞬間ですね。ここで落ちて、はい、防御無視攻撃飛んできてますが、すり抜けダメージ1200万という感じで耐え切っちゃってますね。まあ、これがちょっと 50% カット入ったかどうかまでは検証してませんが、メンバー限定で検証したりしたら動画出すかもしれないので、まあ、でもメンバーの方がもう検証済みなんでおそらくカットしてるんでしょう。 50%、はい、とつてまさかの卑弥呼の道連れ攻撃を耐え切ったと。はい、その上でこっちは殴っていって、まあ、HP ももう気づいたら戻ってますね。で卑弥呼の破壊連撃なんかもあんまり破壊が残らないんで、あの卑弥呼は破壊を何ターンも単数増やして破壊による受けるダメージどんどん 5% ずつ増やしていけるんですが、このキャラクター破壊を長く保持しないんで卑弥呼の得意なその戦い方もさせないと。であと対マン戦なんで混雑弾数が少ない卑弥呼、あんまり火力が出てないっていうのもありますね。はい、まあ、これも長い試合になってますね。卑弥呼相手にこんなに長い試合できるキャラクターほとんどいないんで、いやこれはすごいっすね。はい、20ターン目、これはもう戦意が入っちゃって、はい、そのせいでこっちが殴られてここで負けるという結果ですが、まあ、今3回復活残してたんでほとんどアーサー王は攻められてなかったことがわかると思います。まあ、タンクとしては大成功。はい、じゃあ次行きましょう。ブリュンフィルド戦、はい、これはバリアなしのブリュンフィルドですね。いやバリアないともう勝ち目ないですねっていうぐらい、このガチアーサーは、まあ、バリアなし相手にはえげつないぐらい攻め込めるんで、 HP ベース防御無視攻撃で、まあ、プラス反射ももろにぶつけられるということで、まあ、同じタンクのブリューシャンですが、まあ、これは圧倒しましたね。まあ、キャラ性能の差というよりは装備性能の差が大きく出た形になるので、まあ、この戦いもそこまで真面目に受け止めずに装備性能の差があったんだなと見てもらえればいいかなと思います。
まあ、とはいえ戦力は同じぐらい火力なんかもしっかり作り込まれたアブリちゃんなんで、それ相手にあんまりダメージ受けてないってところはちゃんとアーサーの硬さの証明にはなってますね。まあ、多分同じぐらいのバリア作ったとしてもアーサーが勝つかなという気はしてます。はい、じゃあそしてアーサー対アポロですね。2100万隠したアポロになりますが、はい、1回落として、援護とか全部コピられましたね。まあ、ただアポロはバカ力なんで、はい、箱をつけながら殴ってきて、いやでもこの硬さ耐えてますね。あ、であと反射ダメージでも一応戦えますが、いやアポロの火力強いですね。あ、でもアポロも1回反射で落ちて、でアーサーまだギリ耐えてますか。はい、めちゃくちゃ長い試合になりそうですねこれも。まあ、アポロ相手にこんなに長期戦できれば、まあ、十分ちゃ十分ですが、ちょっとこっちが300万ぐらい格上なんで、これもちょっと同格だったらどうかってところまでは今回見れてませんね。まあでも2100万のアポロとはいえこれだけカットできてれば十分ですけどね。あの暴れん坊のアポロをここまで制することができるのかというぐらい、まあ、制してますね。はい、9ターン目。いやまだ戦いは続いてますね。お互い全然元気ですねこれ。まあ、アポロが反射ダメージちょっと食らっちゃってるんでちょっと落ちそうですね。まあ、ただ先にアーサーが落ちて、いや泥試合ですね。アポロ相手に泥試合は本当にすごい。いやいや隠したとはいえ、はい、ここで2回目か3回目も落ちたんで後がないですねアーサーを。ただアポロも致命無視結構使ってるんで、そろそろアポロも限界近いと思います。はい、反射ダメージでアポロとアーサー一緒に削れていって、さあここで残り 6%、 13% のアポロ反射ダメージで落ちそうですね。はい、おっとこれは相打ち、長期戦の末相打ちとなりました。いや強いっすね朝を。よく見たらアポロ流血耐性のモーリちゃん連携でつけてますね。これ流血耐性なかったらもうちょっと攻めやすかったかもしれませんね。なんなら、はい、じゃあ最後2300万ジャスさんの雪女ですね。はい、もうジャスさんといえばこの前の雪女特集がありましたが、まあ、雪女範囲攻撃が得意なキャラクターで、敵1名だとその範囲攻撃の威力がめちゃくちゃ強くなるんで、まあ、このアーサーの非範囲攻撃に対する抵抗によるダメージカット 50% が使えないんですね。範囲攻撃なんで、なんでめちゃくちゃダメージ痛そうでした。はい、でしかもやっぱり雪女といえば氷極によるランダムダメージカット、はい、今のマイナス1って出てるやつが氷極カットですが、あれがいっぱい発動しちゃうとダメージ全然出せないんで、 HP ベース防御無視攻撃も氷極でカットできてしまうと、まあ、巨弱なんかの火力ダウンはあんまりアーサー的には嫌じゃないんですが、あの氷極カットが嫌ですね。はい、ということで、まあ、10ターン目アーサー王がそろそろ範囲攻撃限界ですかね、アウトされました。やっぱり強力な範囲攻撃が敵短期に飛んでくるとアーサー王はなすすべないですね。まあ、ただこの戦いは後日談があって、やっぱりこの氷極のカットの仕方があんまり発動しないとアーサー王が勝つこともありました。まあ、なんで雪女との試合はやっぱりギャンブル性が高いですね。とてもアーサー王目線だと雪女苦手ですが、そんな雪女も氷極が発動全くできなければ耐久あまり硬くないんで、はい、この試合ではまあ、アーサー王の方が氷極をあんまり発動できない雪女に対して致命ダメージぶつけていって、まあ、アーサー王自体もかなりピンチでしたが、はい、どんどん雪女削っていって、まあ、これでギリギリ勝利っていう感じですね。まあ、そう思うとやっぱり雪女の方が基本的には強いのかなとは思いますが、はい、アーサー王の勝利もありました。はい、そしてスケジューメンバーのみんなありがとうございました。節操終わります。また明日デッキ戦やりましょう。はい、アーサー王いかがだったでしょうか。いやタンクとしての耐久の作り込みがマジでザタンクですね。まあ、マーリンの風魂だったり燃焼連撃なんかにも対応してきたところが、もう行くとこまで来たなというようなタンクの耐え方、いやマジで驚異的でした。まあ、ただこれは特に対マンだとこの硬さはフルに発揮されますが、デッキ戦だと向こうは生後バフモリモリに持って殴ってくる可能性があるんで、まあ、このアーサー最終的には復活キャラクターなんで、氷害とかつけてあげても復活のタイミングで剥がれちゃったりするんで、その剥がれた瞬間向こうは生後バフモリモリで殴ってきたらさすがにダメージ結構食らうと思うんで、まあ、また明日のデッキ戦ですね、なんかもう耐え切るかどうかっていうところに注目して見ていきたいと思います。まあ、もう今日のこの戦いぶりはタンクとしてはほぼ100点に近いぐらい耐え切ったんで、まあ、明日のデッキ戦次第ですね。あとはデッキでもほころびなく耐え切るか、ちょっと耐え切りそうで怖いですが、楽しみに待っていただければと思います。あとして今日この後最後にもう一本このアーサーの分析後編動画ですね、このキャラクターの戦役だったりボス戦対人戦や白戦なんかの総合評価をして、まあ、投用すべきかどうかの投用判断なんかも初日の段階でのやつですがやっていきたいと思いますんで、楽しみに待っていただければと思います。はい、それでは。